はい、どうもバイス TV です。今私はですね、伊良部島におります。沖縄県の伊良部島ですね。伊良部大橋をこのママチャリで渡ってきました。で、今からとりあえず戸口の浜まで行こうかなと思っております。ただのおっさんの夏休みですね。さあ、宮古守くんがいます。ちょっと渡ろう。よし。あ、ちょっと待って、ちょっとごめん、飲み物買う。いやー、もうなんか何よりもうまいっすね。最高ですね。はい、ではね、伊良部島渡ったところからスタートです。あーし、いやー、だいぶね、今ね朝の10時前なんですけども、だいぶ暑くなってきました。おー、ハイビスカスが咲き乱れてますね。これはなんだ、随鳥。随っていいね。あの随線とかの随ですよね。あ、こっちの方が分かりやすいな。こういう感じ、随鳥。いいですね。なんか家族で来てのんびりしたい人とかいいかもしれない。あ、ここもいい感じだね。ここはコンペキっていうビラですね。いいですね。コンペキ、こんなとこで泊まったら完璧じゃないですか。あ、これも今建設中なんですね。ロンザートリゾート、これ今建設中なのかな。建設中ですね。あ、しかし僕はね、今日朝起きてから何も食べてないんで、めちゃくちゃお腹が空いてきました。あの観光センターみたいなとこで宮古そば食べるか、なんかでももし新しくて美味しそうな店があったら、ちょっと朝はまだ早いんだけど、もしやってたらそこでご飯食べようかな。これさ、こっちってこういうなんかいろんな植物がね見れて面白いっすよ。戸口の浜までしばらく上り坂ですね。はい、下地島空港こっちですと。これほんとバンムーフとかメイト X 持ってこれたら最高ですよね。なんとかできないもんかね。戸口の浜まであと半分ぐらいですね。あー、海が綺麗だ。時計回りでこうやって走る人には要注意ですね。ずっとなだらかな上り坂です。もう空港からレンタカー借りて、まあ、みんなねワナンバー止まってますけど、こういうとこでねのんびり過ごすっていうのもいいかもしれないね。ビーチとかすぐそこにあるのかな。あるんでしょうね、多分下ってったらあるんでしょうね。うわー、ここまたなんかおしゃれっていうかガラス張りですごいですね。すごいすごい。ビラブ、あー、ビラブリゾート、ビラブとビラをかけてるんですね。またなんかありますね。すごい、ギリシャのようですね。今気づいたんですけど、途中で録画止まっちゃっててすげえショック。であそこ戸口の浜なんですけど、もうその手前、ここ
もうここだけでもねむちゃくちゃ綺麗ですよ。もうなんかもはや真水みたいでしょ。初めてチャリで来た。綺麗でしょ。うわ、カニがいる。やばい。楽しい。あ、ちょっと今日はなんか人が多いな。はい、着きました。さっき僕めちゃくちゃ綺麗って言ったんですけど、実際すごい綺麗ではあるんですけども、正直今日ベストコンディションではないですね。まず人が多すぎるのと、この体操がね結構あるのと、いやもうむちゃくちゃ綺麗なんだけど、もうむちゃくちゃ綺麗ではあるんだけど、多分ねちょっと今回の旅でもう何か所かビーチ行こうと思ってるんですけど、ここ今日ベストではないですね。にしてもまあむちゃくちゃ綺麗ですよ。もう真水みたいでしょ。これが戸口の浜です。ちょっとだけせっかくなんで入りたいと思います。めちゃくちゃ透き通ってるね。ちょっと今日人多い感じはするけど、おー飛んでる。おー最高だ。あったかいし、すごいね。ということで戸口の浜でした。でこれを渡るとですね、反対側が、はい、下地島に突入しました。あ、こっち通り池5キロか、ちょっと遠いな。ちょっとやめとくか。また上り坂だもんね。下地島空港も行きたいな。ちょっと空港行ってやっぱ一番北のとこ行っとくかな。すっごいまっすぐですね。街灯もないからこれ夜とか危険だな。いや今日もよく寝れそうだ。人少ないっすよね。みんなやっぱりあれでしょうね、夜那覇とか行ってるんでしょうね。僕先日夜那覇行ったんですけど、一昨日ぐらい夜那覇は観光客いっぱいいましたね。で地元の人はねもう中心地にも行かない、観光客も中心地行かないんですよ。日中ものすごい閑散としてますよ。で夜はまあまあ人がいるんだけど、本当にねどうしちゃったんだろうっていうぐらい、まあコロナっていうのもあるし、もしかしたら中国がね軍事演習をね、波照間島の方っていうか、まあ台湾の方でねやってたりするのもあって、中之島海岸ですね。まあちょっと今日は
スルーします。あの行ったことあるんですけど、さっき戸口の浜で泳いだじゃないですか。僕どこで着替えたかっていうと、公衆トイレがあるんですよ。もちろんあの伊良部の観光センターみたいなとこで着替えさせてくれたりもするんですけど、もう男だったら公衆トイレでパパッと着替えてね、もうそれで十分じゃないですか。でシャワーとか浴びたい方はなんか数百円払うと温水シャワー、まあ今暑いからね水でいいんですけど、シャワー借りることもできます。お、モノリス巨石があるんだ。 0.1 キロってことは100メートルだから、一応行っときますか。ちょっとだけあそこに自転車止めさせてもらいました。この巨石は多分ですけど、多分ちょっと自信ないけど、多分僕初めてですね。昔来たような気がしなくもないんですが、まあ、少なくとも全く記憶がないんで。めちゃくちゃもうあったかいお茶飲んでる感じ。こんにちは。今ここですね。で、もうちょっと行くと通り池があって、これ17エンドがあって、かつ、あ、なんかこの辺で飯食えそうだな。もうね、こっち行く体力残ってないですね。うん。沢田の浜だけ行っとこうかな。どうやって帰ろうかな。あ、キャンプ村とかあるの？ここにキャンプして、まあ今の時期は暑すぎるけど。なんでこんな誰もいないんですかね。観光客はここはスルーするんですかね。あ、やっとギアを3まで上げることができました。通り池入り口、ここ行くの？ジャングルじゃん。すごいな。ここ自転車、メイト X だったら行っちゃうかもしれない。なんか蝶々、うわすげえいっぱいいる。うわすげえ。うわ、さあ通り池に着いたんじゃないの。ああ、誰もいない。何の説明もないんでちょっとよく分かりませんが、これが通り池なんでしょうか。あ、これかな。ちょっと一瞬調べます。ググりたかったんですけど、まさかの電波が入らず。なんかあの辺な気が、あれかな、なんかここじゃないな。なんでこんな誰もいないの。まあまあゴミが落ちてますね。これ多分漂着してる系ですね。これ道なき道を、うわびっくりした。これ一瞬蛇かと思った。うわちょっと B さんだと危ないな。あ、あれかな、通り池。ちょっとね電波がないんで、なんせわかんないっす。これってことにしといて、後で調べて違って、そこにものすごく魅力的な何かがあったとしても
もう知らないです。だって行けないもんね。行けないもんね。ちょっと危ないんで引き返しますが、今のが鳥池なんじゃないかという感じですね。すごいプライベート感がすごいな。誰もいないから。はい、ちょっとよく分かんなかったですね。さて、あ、今でかい声出しちゃった。鳥池こっちじゃないの？こっちじゃねえか。なんだよ、ここじゃねえか。なんだよ、完全に全然関係ないとこ行ったってこと？ああ、急に栄えてるし。やば、最高。ここですね、ここでした、今ね、かろうじて 3G なんですけど、 3G なんですが電波がなんとか入ってね、 Google マップ見ることができたんですけど、合ってますね。ちなみによく聞かれるんですけど、スマホで撮っててバッテリーなくなりませんかみたいなことを言われるんですけど、こういうむちゃくちゃ重いけど長持ちするようにでっかいバッテリー持ち歩いてます。俺こう来たことあるわ。2つの池、海に面している2つの池が通り池です。これとね、なんか向こうにある公園に行ってみましょうか。あ、なんかでも何ですかね、なんか神秘的ですね。さっきの全然違うの見て、これトイレ池じゃねえとか言ってた俺。本当にちょっと 痛すぎですよね。で僕ガイドブックとか見ないでね、言い訳ですけど見ない主義なんで。はあ、ちょっと腰が痛い。ガイドブック見るとやっぱりそこしか行かなくなっちゃうから、例えばガイドブック見たら少なくともさっきのとか行かないわけですよ。まあ、行って何か意味あったかっていうとね、何とも言えないとこではあるんですが、ちょっともう限界。あそこに何があるんだろうな。そこに人がいっぱいいて、まあ、こうやって歩けるようになってたらみんな行くじゃないですか。何にもないの、岩しかなかった。はい、通り池でした。はい、なんとか池でした。下地なんだっけ、通り池か、通り池でした。時速10キロぐらいでずっと走ってますけど、前に車がいっぱいいるから、多分あそこからちょっと行ったところが1717エンドなんじゃないかなと思います。ちょっとね、どっかで休憩してなんかご飯食べたらまた体力多少ね復活すると思いますけども、はい、ここはね下地空港でして、なんでサザンなんだよ。さあ車両通行止めなんで、ここから歩いていきたいと思います。でも自転車で来てる人一人もいないね。30分1000円で電動キックボード借りることもできるみたいですね。
おお綺麗。もうあそこまで行っちゃいましょう。どうですか。綺麗だね。今気づいたけど、この動画の僕のテンションが、ちょっと座る。テンション低すぎですよね。疲れてるんですテンション。できました。さっきサザン流してたとこ今チューブ流してますね。なんか本当はこっちねぐるっと行ったら向こうの方に回れるんですけど、車両通行止めって書いてあって、まあキックボードがあるぐらいだから自転車もいいのかなって気はするんですけど、ちょっとねなんか迷惑かけたくないんで自転車やめときます。なんで来た道帰ります。はい、まだね下地島なんですけど、永遠同じ道を今帰っております。空港からね東側に行けるのかなと思ったんですけど、行けないっぽかったんで、ね、引き返してますけど、正直ねちょっとまああえて注意喚起っていう意味でね話したいんですけど、まあ今8月ですよ。本当真夏で、まあ、ママチャリでね伊良部とか下地島をぐるっと回るみたいなやろうかなと思って、まあ、半周ぐらいしたわけですけども、ちょっと今クラクラして、非常に危険な状態です。なんとか、戻ってきました。もうね自販機とかも全然ないし危険ですね。僕途中本当マジでヒッチハイクしようかなとか、タクシー呼んで、自転車はもういいやみたいな、あとでレンタカーがなんかして取りに来ようかなとかいろいろ考えたぐらい本気でやばかったですね。本気でやばかった。もうちょっとねぐるっと向こう側とかも回ろうかなとか思ってたんですけど、本当無理です。本当に無理。もう疲れすぎちゃってもうそれどころじゃないです。もうね真似しない方がいいと思います。多分どっかでぜひ自転車でやってみてくださいなんて僕言ったかもしれないですけど、もうね危険ですこれは。特に8月、こっちでこれ2つ飲んだけど、もうちょっとクラクラしてきた。まだ何のた、もう何の足しにもならないですよ。ちょっとクラクラする。ぜひねちょっとやろうと思ってる方はねちょっと注意して、注意してね。てかもう車かバイクの方がいいと思います。はい、ということでご視聴ありがとうございました。死んじゃう。結局徳地の浜の伊島観光サービスさんでね1時間ぐらい休憩させていただいて、扇風機に当たりながら、それで、水もねたくさん飲ませていただいて、でようやく元気になってね、こちらのとっても美味しい宮古そば食べさせてもらいました。本当にねこの時期やっぱりママチャリで一周っていうのは危険ですね。皆さん本当真似しない方がいいと思います。ということで以上、ご視聴ありがとうございました。